はい、皆さんこんにちは、アチでございます。PC88 の英雄伝説2ですね、やっていきたいと思いますね。今突っ込むでしょ、一本道、あー勝手に動く。ガービー、北名皇帝陛下に背く心からレジスタンスと揉めた。この人も先ほどの改造された人っていうってことですよね。この俺様の使命は皇帝陛下をお守りすること、ここから先は誰にも行かせんと。おお、あ動ける、あらら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 ら、らおおすごいすごい、これ動かせるんだね。あーこれはきっとあれですね、あ回復させまで待とうかな。あで使うで、きっと戦士の手使うんでしょうね。なんだこの曲は、か体がほう、ん、ちょっと待ってくださいね、なんか嫌な予感するんでね、一応セーブしておき、まあ、セーブしなくてもいいんだけどね、前まで自動オートセーブしてくれるんでね、戦闘前までね。おお、あ急に戦闘始まるのね。わ一体プレスかこらやばいな、オビスは効かないだろう。あれレストランキノコ使ってくれたらいいんじゃない、こういう時こそ。どういうこと、アトラスさんに真っ赤、あら、あドラゴンなのね。あレイシアが現れた、はいお待ちどうさま、これがマスターの作ってくれた剣よ。レイシアが太陽の聖剣を差し出した、太陽の聖剣を手に入れました。レイシアさあ一緒に戦いましょう。ちょっと待ってちょっと待って、となるとこうやって装備、あ武器変えれる、まあ、私が持つべきなのかな。はい、おお一撃会心で1万5000ポイント6000ゴールド手に入れました。おすごいね、あお父さんお父さんおレイシア、俺はここで何をしていたのだ。確か俺一人で捕まって城に連れて行かれ、変な台の上で何かをされたところまで覚えているんだが、ガービーさん、あなたはそれからずっと気を失っていただけですよ。アトラスさんとね、粋なことしますね。ところでとうとう始まったのか。ええ、やっと指導者としてふさわしい人が見つかったんだよ。後で詳しい話を教えてあげるわ。お父さん、ここで待っていてくれる？皇帝が強力な力を得る前に倒したいのよ。ああ、カモワン、俺のことなど気にせず皇帝を倒してきてくれ。よし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 、え？ん？すいません。よし、それで早く皇帝を追いかけようぜ。ちょっと待ってくれ。ここから先は僕一人で行く。みんなは危険だから待っていてくれ。何言ってんだよあんた。君も触れたかい？ああ、私は絶対に行くわよ。これは私たちの問題なんだから。私だってフレイヤ様のためにも行かなくてはなりませんわ。おい、アトラス、この俺が言いながら、いいところをお前の一人占めにさせるとでも思ってるのか。真偽強い、皇帝倒すと。そうか、みんなありがとう。さあ、いつまでもこんなことしていると皇帝逃げられちまうと。よし、それじゃあ5人で行こう。お、5人パーティーかい？なわけないか。はい。ああ、なんかドラクエみたいになってる。ちょっと待ってください。あ、てか、もう一本道なのか。ブレイクが入らない。あ、もう何もできないのね。俺のことは心配するな。流れの上を実現するのだと。あ、何のキーも入んないわ。出ていけんの？おい、アトラス、どこに行くつもりなんだ？まさか逃げるつもりじゃねえよな。あー、いやいや、あの太陽の剣の強さを見たかっただけなんですけどね。どういうことこれ。あ、勝手に行く、勝手に。おうおう、え、ちょっと待って、あ、シンディ、あ、かわいそう。ちょっとフローラさん、フローラさん見切り早いね。当たりになっていいやつだと思う。お、ランドさん、みんなみんなドライだな。あ、シンディ、もう許せないが、必ずこっちを倒してやろう。
ああこんなことしやがってただじゃ済まさねえぜ。この私だってもう許せませんわ。えレイジャー君は無理なのか。でこの通り片付けず一つないわよ。なんかもう彼なき者ですか。でももうこの先には行けそうにないわね。悔しいけど工程は僕たちに任せて君はお父さんのそばにいればいいさ。そうするわ。アトラスさん無事に戻ってきて。ありがとうレイシア必ず戻ってくるよ。あら MP がえらい減ってるんですけど、ちょっと待ちましょうか。あやっぱりもう何もできない。エスケープも全然入らないね。遅いねフローラさん。まあ、最後のあれオビスだからね。オビスは効かないよね。行っちゃおっか。あらまら、ランドさんじゃねえわ、シンディさんがあんなことになるとはね。うわあ動かない。あ動くか、気のせいか。おお、あ来たね、来ましたね。皇帝ゴドウィン2世ふはっはっは。私が偉大なるファーゲスタ帝国の皇帝ゴドウィン2世だ。貴様のごときがよくぞここまでたどり着いたと褒めてやろう。だがお前らの今日もここまでだ。どこからでもかかってくるわよいと。お？え、なんだこのドラゴンは。あ、なんだこいつは。そんなやつを連れてきてもこの私の敵ではない。シンディ？シンディなのね。はあ。あ、こいつは父親のところによく来てたドラゴンだ。あのドラゴンがシンディだったのか。俺の親父のせいだな。変身の呪文を研究してたからな。お、シンディ一緒に戦ってくれるんだな。よし、みんな行くぞ。今の音、シンディの声なのね。なになに？シンディさん。あ、ここで入る。あ、ドラゴンの剣使えないじゃない。ということは、私は？あ、太陽の聖剣ね。1051。あ、よかった、シンディさんに装備させてなくて。しないのかもわかんないですけどね。シンディさん持ってたの素早さの指輪だっけ。そうだよね。あーそうだよね。これもう魔法の指輪はいらないね。あっしまった魔法の指輪リザーブがないしまったね。じゃあ行きましょうか。はい、どこからでもかかってくるがよい。これオートでいいんじゃない。てかその前に逃げれるのかな。あ逃げれる。なんていう親切設計。ここ入れんのかな。あ、入れないのね。一瞬ここ入れるかなと思ったんだけどね。どっからでもかかってこい。いや、かかっていきましょうか。オートで行っちゃいましょうかね。私はオートぐらいしかするもんないもんでね。あ、やっぱそうだよね。あ、ランドさん、ブラムが唱えれるからいいけど。あ、シンディさん、さりげなく入ってんのね。あなたレベル99。あ、シンディさん一人がたげってくれるとすごい助かるんですけどね。あ、でも勝てそう。お、ブレス吐くのね、シンディさん。あら、でもこのパーティーレス要員ってアトラスさんしかいないんだけど。大丈夫かな。すごいね、シンディさんに何も起こらなかったね。ゴドウィンさんがね唱えたんだけど。あ、アトラスさんのコリコリ当たったね。なかなか手応えのあるやつだ。そろそろ本気を出してやろう。ちょっと待って。あ、ふはははは、この私の本当の力は面白がいい。うわあらら、あ、そのまま行っちゃった攻撃ね。オートなんでね。オビス唱えんのね。これはサイレス。あ、いやすごいね。これサイレスかなと思ったけど。おう、聞く聞く。あ、リーフ唱える人いないのかな。おう、これはちょっと待ってね。あ、ランドさん無理かな。もうランドさん無理だね。あら、なになに。おうおうおう、なんだなんだそれ。ちょっと待ってね。
ここまで来るとね、サイレス唱えちゃおうか、もう。はい。で、こうと、で、小野原さんも、回復要因で、アイテムのね、あ、結局ヒットポイント回復してるのね。これは厳しいね。さすがに厳しいね。ヒットポイント取られるもんね。どうしよう。うわや、きついな。全然減らないもんね、敵さんね。あら、どうなんだろう。あ、3000ね。あらららら、あらららら、あ、終わっちゃったか。あら、まあ、最後に出たの戦いの直前に戻りましょう。で、じゃあね、ワープでね、ワープでどうしようかな。ユイシス、ベルンってどこだっけ。ベルンってあれだっけ。そっか、ここはあれなのね。あ、違った。じゃあ、ウィルかな。ウィルだよね。ウィル。どうしたらいいだろうね。あ、でも魔法を変えてくるべきだね、これね。もう、あ、どこ行くの？あ、はいはい。いやー、強かった。これはちょっと、作戦にならないといけないね。とりあえずどっかで休みたいんだけど、あ、あとそうだね、あ、ずっと誰、はい、人いるのね、ここに。あ、いたわ。さあ、じゃあね、そうだったら、とりあえず、ルディアだね。ルディアでランドーさん、そうだね、ランドーさんもうフローラさんも魔法効かないもんね。これはどうすべきだろう。フローラさんも攻撃に参加させるべきなのかな。あ、お、これはアトラス様、兵士たちはクルスの復旧に行ってくれているそうでさ。あ、そういうことなんですね。とりあえず、ランドさんのもあの魔法のあれはいらないですね。返して、あ、いや、上だこれ。まさかシンディさんがドラゴンとはね、もう全然覚えてなかった。これは？あ、とりあえず取り出す。何にしようかな。チュートの指輪ってなんだっけ？イカズチの杖か。フローラさん、その程度の方がいいかな。ああ、氷にしようか。スペルの指輪。賢者の指輪、スペルの指輪、一応みんな取っていきましょう。ああ、これで持てない。ちょっとは防御力だったよね。確か、魔法の指輪。賢者の指輪。何変わった。あ、賢さがね。10上がるのね。スペルの指輪は呪文能力が上がるのね。魔法の指輪はスピードが上がるのね。キュットの指輪は防御力か。あー、どうしようかな。いや、スペ
ールはもういらないでしょう。じゃあ防御をちょっと上げておきましょうか。で光の杖もういらないかな。預けるね。スペルの指は、賢者の指は、魔法の指は、あ、ドラゴンの剣余ってる。あ、そっか。取り出すね。何にしようかな。もうとりあえずレスとそうだね、あの感じだったらリーフだね。で、あ、しまった、まだあるよね。氷の杖持っていきましょうか。あー、これで持てないか。とりあえずレスの書を使って。もうランドーさんブラムナいらないね。でフローラさんも、リパーク、あー、リパーク使わなかったもんね。でシレントもいらない。パペピアもいらないね。オビスもいらないよね。で、リーフの書ね、一応ね、ランドーさんもここに入れていきましょうか。あと、フローラさんもここに入れていきましょうか。アトラスさんどうなんだろう。あー、でもサイレスはあった方がいかったかな。で、ランドーさんの装備で、ランドーさん戦えるかな？ドラゴンの剣ね。あー、627まで来ましたか。あー、でもまあ微妙だけど。まあ、ランドーさんドラゴンでいいでしょうね。で預けましょう。あらら、あらららら、ら預けるね。リーフの書、レスの書。あら、今氷の、あ、そうだね、しまったね。取り出す氷の杖ね。フローラさんのもう方はさすがに効かなかったね。でこの状態で、あ、違うね。預けるで、聖なる杖を預けて。じゃあ、その足でどうしようかとなると、あ、装備してるよね。あ、してるね。ランドさんもしてるしね。じゃあね、あとはね、あれかな？ウィルだっけ？道具屋であれが売ってるのね。こっちは違うね。レストナキノコが5000ぐらいでしたっけ。どっか売ってましたよね。これは違うよね。違うね。レストナキノコどっかで売ってたと思うんだけど、違ったかな。ここじゃ情けだね。クロスはダメでしょ。キュベラ、キュベラ、キュベラ、あ、ここは違うね。あ、違うね。キュベラ、キュベラ、あ、これはレジスタンスだから違うね。あら、ここじゃない、ここじゃない。あ、しまった。じゃあどこだろう。伊豆、プロスは収容所だもんね。あ、売ってる、売ってるけどどうだろう。うわ、レストのキノコある。ちょっと待ってね、もう一軒あったはず。あー、これか。あー、これね。あー、そうね。じゃあレストのキノコカエルだと買って、あ、さっきも売っちゃおうか。いらないのはね、あ、ビスのキノコ、どうなんだろう。あ、エリクサーもあるもんね。ビスなのみいらないよね。ビスなのみいらないよね。で、あとはありったけの、行ってみよっか。あ、じゃあね、ちょっと前まで行っちゃって、これね、玉だるまね。ね、ここね。じゃあね、時間良くなったんでね、この辺で終わっておきたいと思いますよね。なんだったっけ。あ、PC88 の遊伝説2ですね。パート81、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。